オタワ族、または、オダワ族、オッタワ族は、アメリカ合衆国、カナダの先住民族。オタワは、公益者を意味する。アメリカでは、ネイティブアメリカン、カナダでは、ファーストネーションとして認知されている。アニシナーベ族の一派で、オジブワ族やポータートミ族と関連がある。古代には、ヒューロン湖北岸のマニトゥーリン島や、現在のオンタリオ州に属するブルース半島に、 住んでいた。これらの場所が彼らの故郷だと考えられている。17世紀以降、オタワ川に沿ってミシガン州や五大湖より南の中西部へと移り住んだ。21世紀現在ではオンタリオ州、ミシガン州、オクラホマ州などに約1万5000人が暮らしている。オタワ語はアルゴンキン語族に属する。この語族に含まれる部族はバンドと呼ばれるいくつもの。 小さなグループに分かれており、一般的にはアメリカでは、トライブ、カナダでは、ファーストネーションと呼称される。オタワ族の言葉は、オジブエー語から派生した方言だと考えられており、ご中音消失が頻繁に起こるのが特徴である。オクラホーマオタワ族の部族国旗、オダーワーという言葉は、クリー、アルゴン金属、ニッピシング族、モンタニエ族、オジブワ等の部族で共通して用いられる。 ポッタワト民族は、オタワと綴り、英語ではそこから派生して、オッタワと綴るのが一般的である。アニシナーベ語では、公益、または、売買をする人を意味するのは、ワダウワイニーニーという言葉である。ミシガン州でカトリックの司祭をしていたフレデリック・バラガはこれを翻訳し、自身の著作、オチプウエゴの辞書において、ワトワウィニーニーワックは、オタワ川に、 多くのガマが生えていたことに関連し、ガマの人々を意味すると記録した。しかし、この記録は、オタワ川沿いに暮らしていたアルゴン金属のバンドに関連づける方がより適切である。近隣の部族がオタワ族に公益者を意味する言葉を当てはめたのは、遠い昔や、またヨーロッパ人と接触した時期、彼らが部族間で公益や物々交換をしていたからであった。 オタワ族の取引は高温ミール、ひまわり油、毛皮、マット、タバコ、薬として用いられた植物の根やハーブが主であった。オジブワ族と同じように、オタワ族は最初の人々を意味する西ーベと自称する。オタワという名前は、英語ではカナダの首都、オタワやオタワ川などの地名にも使われている。ヨーロッパ人と接触したばかりの頃のオタワ族の活動範囲は、 オタワ市の西からオタワ川に沿って広がっていた。オハイオ州パットナム郡にもオタワという地名があり、ここにはオタワ族の居留地がある。オタワ方言は、オジブ分英語から分かれた方言のうちの一つと考えられ、五中音消失が頻繁に起こる。オタワ方言においては、一般的なオジブ分英語は、ニッシュナベムウィン、オタワ方言は、ダウンウィンと呼ばれる。 21世紀初頭の推計では5000人のオタワ族とさらに1万人のオタワ族を祖先に持つ人々のうちオンタリオ州やミシガン州などで500人がオタワ方言を話している。オクラホマ州ではオタワ方言を流暢に操ることができるのは2006年時点で3人しかいなかった。18世紀半ば、 イギリスの軍人ジョージタウンゼンドがスケッチしたオタワ族の家族アニシナーベの伝統やウィグアズバックという白川の川に書かれた巻物によればオタワ族は北アメリカの東部やタートル島または東海岸沿いからやってきたというアニシナーベの人々はミニスに導かれセントローレンス側に沿って内陸へと移動した現在のデトロイト近くの3番目に泊まる場所で アニシナアベの南のグループは、オジブワ、オタワ、ポタワ、トミの3つに分かれた。考古学的証拠により、中期ウッドランド期にブルース半島に位置していたホープウェル文化に影響を受けた、葬儀委員コンプレックスのグループが後にオタワ族に発展した可能性が示されている。ホープウェル文化は、紀元前200年から西暦500年頃にかけて、広域に展開した広域ネットワークとして、 機能していた。西暦250年頃までは、埋葬のために、マウンドと呼ばれる人工の丘を築いていた。葬儀院のマウンドは未まだ発掘されていない。オタワ族は、オジブワ族、ポタワトミ族と共に三つの日の連合と呼ばれる、長期間にわたる部族間の同盟を結んでいた。彼ら部族は、色恋連邦やダコタ族と戦った。1615年。 フランス人の探検家、サミュエル・ド・シャンプランは、フレンチ側の川口近くで、連合の300人と出会い、私たちは、レチャ・リー・ルースと呼ぶと述べた。彼はまた、彼らの装備は弓や、川で作られた盾、梱包のみである。腰布などはなく、体には、様々なデザインの入れ墨が施されている。顔には、化粧をしており、鼻にピアスをしているとも述べた。 1667年のイエズス会通信は、オタワ族、キスカコンオタワ族、シナゴオタワ族の3つの部族が同じ町で暮らしていたと報告した。3つの部族はいずれも同じ言語を話していた。オタワ族による広範囲にわたる公易ネットワークが継続されていたために多くの北アメリカの人々には公易のパートナーとして名が知られるようになった。 ヌーベルフランスの植民地化が始まると、オタワ族は、フランス人やカナダ人にとってケガワ易において、重要な存在となった。ガンストッククラブを持った、オタワ族の兵士1763年4月27日、イギリスに対する決起を呼びかけるポンティアックの様子を、描いたハンガオタワ族は、とりわけモロケが大きいケガワ易をめぐって、他の部族と、紛争や戦争を起こしてきた。 17世紀半ばには古代湖周辺のアルゴン近景部族と同盟を組み、ビーバー戦争ではモホーク族や色濃い連邦の強力な同盟に対抗した。この地域の伝統的な力関係はヨーロッパ人が銃などの武器を持ち込んだことで崩れていった。この混乱は今までになく悲惨で意図していない結果をもたらした。お互いの土着の住民は分断されるか滅ぼされ、 エリー族などは全滅してしまった。またこの頃にはオタワ族は戦争よりも薬病によって深刻な影響を受けていた。ヨーロッパ人が新たに持ち込んだ感染症への免疫がなかったため病気が流行し死亡率が高かった。1701年フランス人の開拓者が公易の基地としてデトロイトトリデを建設した。多くのオタワ族は 彼らの伝統的な故郷であるマニトゥーリン島を離れ、またワイアンドット族も砦の近くに移動した。すでにロワー,ー半島に住んでいた者も,もいたが、さらに多くのバンドがデトロイト周辺に村落を築いた。現在のオハイオ州周辺にまで広がっていた。部族の移動は戦争や植民地化の進行に関わっており、核部族はむね次のような場所に落ち着いた。 北と西をフランスに、南と東をイギリスに囲まれており、マイアミ族は、インディアナ州やオハイオ州西部、オタワ族は、オハイオ州北部のモウミー川、オーグライズ川、ブランチャード川、流域、ワイアンドット族は、オハイオ州中部、ショーニー族は、オハイオ州南西部、レナペは、オハイオ州南東部東部に暮らしていた。18世紀半ば、オタワ族は、 フランス人の交易パートナーと同盟を組み、イギリスと7年戦争を戦った。彼らはイギリス系アメリカ人の入植者を襲撃した。イギリスがフランスに勝利した後、1763年にオタワ族の著名な州長であるオブワンディアグは、ポンティアック戦争を主導したが、イギリスの入植者を地域から追い出すことはできなかった。彼は、モーミー側と、 オーグライズ側の合流点に生まれたと歴史的に記されている。数十年後、モーミー側がエリー湖に注ぐ場所の村にいたエグシャワ州長はアメリカ独立戦争に際しイギリスの味方としてオタワ族を率いた。彼はオハイオ州北西部やミシュガン州南部からヨーロッパ系アメリカ人を追い出すのを支援することを望んでいた。イギリスがアメリカに敗れイギリスに味方した。 ネイティブアメリカン、ファーストネーションは広範囲にわたる影響を受けた。多くの部族はアメリカに土地を割上することを強いられた。独立戦争後の1790年代、オグシャワは、ワイアンドット族、三つの日の連合、レナペ、ミンゴ族ら地域の多数の部族と共に、後に、北西インディアン戦争と呼ばれる一連の戦いを繰り広げた。インディアンたちは、 アパラチア山脈の西側にやってきたヨーロッパ系アメリカ人の開拓者たちを撃退しようとしたが最終的には敗北した。1794年の戦いでアンソニー・ウェインはモーミー側の上流域にディファイアンス取などの一連の取を建設した。イギリスはインディアンを物資面で支援していたがアメリカと明確に対立し戦いに巻き込まれることは望まずインディアンを 直接的に支援することからは撤退した。現在のオハイオ州、モーミー付近で起こったフォールンティンバーズの戦いでは、ウェインの部隊はインディアン連合の数百人を撃破した。オンタリオ州、ミシガン州、オクラホーマ州でオタワ族が分布している地域。保留地や村落は赤色で示されている。1795年に締結されたグリーンビル条約の下で、 オタワ族などの部族は北西部を除いたオハイオ州の土地を割上した。オハイオ州北西部はデトロイト・オタワ族によって支配されていた。1807年、アメリカの圧力を受け、デトロイト・オタワ族はオジブワ族、ポタワトミ族、ワイアンドット族と共にデトロイト条約に調印した。各部族とミシュガン準州知事ウィリアム・ハルトの間で締結された条約により、 現在のミシガン州南東部の大部分とオハイオ州北西部のモーミー川付近がアメリカに活用された。オタワ族のバンドの多くはミシガン州北部に移動した。それでも部族はモーミー川に残された小さな場所で地域社会を維持していた。オタワ族が居住していた地域はローチデブフ、ウルフラピッツとして知られている。1817年。 米英戦争の後に結ばれた条約により、オハイオオタワ族は、ブランチャード川とリトル・オーグライズ川の居留地に移ることを受け入れた。居留地はこの二つのみで、移住の代償として、彼らは10年間年金を受け取った。ヨーロッパ系アメリカ人がこの地域に移住してくるにつれ、オタワ族に対する圧力も高まり続けた。インディアン移住法が1830年に制定されると、 連邦政府は1831年に彼らの居留地も活上させた。最終的には、ブランチャード川、リトル・オーグライズ川、ローチデ・ブフ、ウルフ・ラピンツの4つのバンドはすべてカンザスに移動した。1906年、マニトゥーリン島とコックバーン島にいたオタワ族とオジブワ族は1497人で、そのうち約半分がオタワ族と推計された。 オクラホマ州のセネカインディアン学校では197人のオタワ族がいた。彼らは南北戦争後に移動し定住していた。1900年にはミシガン州で5587人のオタワ族とオジブワ族がおり、そのうち約3分の2がオタワ族であった。21世紀初頭、連邦政府に認知されたオクラホマ州の部族は合計4700人であった。 現在、約1万人のオタワ族がアメリカにおり、大部分はミシガン州で暮らしている。カナダのオンタリオ州にも数千人のオタワ族がいる。ありがとうございます。